定率の上昇か職の上昇諸葛亮は義への北伐を繰り返す。だが強大なる義はそのことごとくを退けていた。疲弊する職の国と将兵、このままではいずれ窮するは明白。この情勢を覆すべく諸葛亮は呉に連動を依頼した。呉の孫権はこれに応じると軍を率い北上、東から魏へと侵攻する。同時に西では蜀の歴戦の優勝らでなる大規模な軍が猛進。関水沿いに魏の要害を落とすと一息に城陽へと達していた。今城陽の守りは薄く、ここを抜かれれば魏の防衛線が崩れる。かつての帝軍山と合肥を思わせる東西からの絶妙な強撃。この危機に芝居は猛将らを蜀の撃退に向かわせる。当該蜀海夏侯派は蜀の猛攻を退けることができるか。私は選ばれた蜀式だ。城陽城は敵の包囲により基地にある。至急救援の任に当たるのだ。今は城への到達も事前は最短の道を行く。これだから古い。ま、これで出し抜く好機になる。ああ、紹介決めても効かないな。俺は、まあ、適当にやるぜ。やっぱ火の手が上がるとたぎるな。行くぞ、キヨト。足引っ張るなよ。足引っ張るとか誰に言ってるんだ。そっちこそ何も考えずに突っ込むなよ。一発挑戦拳取りたい。悪いけど遠慮はしないよ。侵入される前に門を閉じるぞ。敵は剣士の構えですから計算通りです。
ではこちらは変化になりましょう。敵は兵器で城の守りを破る気か。そうだよ。ならば我らは高台へ向かう。高台から土砂を落とし兵器を潰す。私がその程度に気づかないと思いますか。二人の意見が合うなんて珍しいな。こりゃ槍でも振るんじゃないか。兵器が完成しました。では一斉に乗用機を前に進撃してください。天命、敵五軍増援が到来。さらに五詰めも続々と進んできている模様。兵器の損耗も想定の範囲内です。次の戦時間の問題だ。城の状態に気を配りつつ敵を打ち払わねば。相手を
敵を抑えきれないか。ならばせめて上昇はお守りせねば。
の私が真の三国無双よ。味方とはぐれたか。かわいそう。討ち取った。無謀な奴だ。俺が選ぶ対しても遅いぞ。時代は常用の攻略はなりませんでしたか。私は覚えておきましょう。覚えておかなくても構わないよ。どうせ近々皆滅ぼされるだろうからね。